良い子の皆さん、こんばんは。政局ウォッチナウです。政治アナリストチャオです。令和元年の2019年、もう今年もいよいよあとわずかとなりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。本当にね、全国も気温が下がって、来週は北海道や日本海地域でも積雪、関東でも大雨、雪なども予想されています。本格的な冬将軍到来、ナウナウといったお天気で寒いですね。さて、国会では日米 FTA など重要法案が衆参両院で承認され、週明けには、いよいよ9日臨時国会が閉幕するといった予定になっていますけれども、この与野党国会、臨時国会の最終公募、桜を見る会の疑惑追及も連日クローズアップされている中でですね、与党に対し、いよいよ野党の方がですね、内閣不信任案をね、野党から出すのか、このあたりも、注目しています。また野党の合流に向けた話もですね、一段と今週は加速しておりますけれども、このあたりも、今年明け解散などね、解散風が永田町で吹き荒れ始めまして、いつ解散総選挙があってもおかしくない中、まさに衆議院は常在戦場です。そんな中で、より野党が一つの大きな塊となって結集していくこと、そしてそれがね、どういう形で、党が一つの塊になっていくか、このあたり引き続き私も、連日取材をしております。今週はそんな中でですね、与野党衆議院の代議士たちもですね、地元活動に汗を流したり、忘年会シーズンですし、ポスター撮影やね、選挙準備を始めている様子などもなんとなく SNS で散見されます。はい、で、私は今日はですね、小金井市長選の終盤情勢についてお話ししたいと思います。今日の YouTube はそんな特集です。ノートにも書きましたけどね、明日8日投開票の東京都小金井市長選について、終盤情勢どこよりも早くお伝えしたいと思います。先ほどね、午後8時に、マイクを使っての活動、選挙活動は終えて無事終了して、今回の構図というのはですね、まず、無所属の現職の西岡慎一郎氏50歳、そして新人で自民公明東京維新の会が推薦する川野律子さん51歳、共産党が支援する森戸陽子さん63歳、そして NHK から国民を守る党、通称 N 国の立花孝志氏ですね、立花孝志党首52歳、この現職対新人3人による4人の争いとなっております。主な争点はですね、1期4年の西岡市政に対する評価、新市庁舎の建設、福祉会館の建設、市内に建設予定の都市計画道路建設の是非となっているんですけれども、こちら、同日にですね、小金井市議補選もあります。はい、大勢が判明するのはですね、おそらく明日の11時から0時ぐらいになると思うんですけれども、有権者数は102,054人、男性 49,924人、そして女性が52,130人となっております。ということでね、10万人ちょっとの、人口の小金井市、なぜ私がですね、こんなに注目しているかというとですね、小金井市長選っていうのはですね、この東京18区、菅直人さんが小選挙区で勝ち上がってますけど、ここにですね、これまで、武蔵野市議、武蔵野市長だった元武蔵野市長だった土屋さんですね、前衆議院議員と挑んで、こうガチンコのバトルをこれまで繰り返していたんですけれども、ここに、次以降の、次期衆院選からはですね、長島昭久さんが参戦してきます。菅直人 VS かつてのね、指定対決というか、長島昭久さんが挑むということで、そして、来年の7月5日には東京都知事選挙があります。今小池都政がどうなっていくのかということも含めて、東京都下の選挙、やはり大変注目していますね。多摩地域といえば立憲民主党が大変強い地域ですが、今回の市議補選、そして市長選の方は西岡さんに推薦を出してますけれども、立憲民主は市議補選では新人候補等を立てていません。いずれにせよ、今後の次期衆院選、そして来年の都知事選の、注目
するという部分ではですね、私この小金井市長選大変注目しています。一方あの N 国ウォッチャーの皆さんからするとですね、立花隆さんがね、出ていて、まあ、立花隆さんといえば先日、上尾市議選、朝霞市議選という埼玉県のね、市議選の応援に入っていて、小金井市長選の第一声はですね、なんと上尾市議選のですね、投開票日に上尾市から行ってましたね。この公選法破りというか掟破りというかですね、あの従来の、政党政治では考えられない選挙手法というのを立花さんやってらっしゃるわけなんですけれども、まあ、今回こう注目している方々は3回連続の、ね、供託金没収となるか、まあ、N 国ウォッチャーの間では密かに注目されていますけれども、まあ、この東京都内で、の選挙でね、立花さんが参院選以降登場するのは初めてということになりますので、まあ、ちょっと注目しています。はい、ということでですね、私こちらのノートも書かせていただきまして、ノートの方にはより詳しく現在の、終盤情勢がどのようになっているかということも詳しく書かせていただきました。まあ通常ね、2期目の現職というのが大変強いですけれども、なかなかの激戦となっておりまして、まあ、どういう状況かというようなことも書きましたので、ぜひノートも読んでいただけたらと思います。最後まで聞いていただいた方はぜひ YouTube のチャンネル登録をよろしくお願いいたします。政局ウォッチナウ、どんどんこれからも発信していきたいと思いますので、Twitter、そしてノート、この YouTube 引き続きよろしくお願いいたします。それではチャオです。